高く上がってます。これは内野へのフライだ。ワールド高校最後を取って、打ち気使え。お前、栄冠ないんじゃねえんだよ、お前よ。もう、おめえらがワールド高校やれっつったかだからだわ、マジで、ボケが。もう、こ、お前、ルーキーの守りとかいるわけねえだろ、ボケは。お前、死ね、ボケ。いや、もう、普通じゃ面白くないんだよな。普通じゃもうマジでやってて面白くない。面白みがない。パーフェスって一回勝てばさ、何ポイント手に入るっけ。いや、俺マジで今日、絶対やるわ、最後まで。いや、もうマジで、だってノーマルとかマジで、なんかもう初心者ゲーみたいなもんじゃん、これ。いや、悪いけど。立川でいいや。パープロ100キツも返上しろよ。いや、返上するもないもん。それは本当だから、俺。うん。変化球がもったいねえな。まあでも今回、投手として作るつもりないんで。アンダーの守備ってそんなひどかったっけ。まあ確かにこいつ打撃特化の選手だからな。うわっ、切ってよ。じゃあやってやるよ、OB。うん。こんなん敵じゃねえわ。どっちが偉大か思い知らせてやるよ。まあ一応アイテムは使うわ。これは仕方ない。さあ、行きますよ。ルーレットスタート。まあアイテム使わなくても勝てるんだけどね。うん。またガンダーロボかよ。どうしよう。立川で大丈夫かな。不調だけど、アバターは確かに燃えそうだからやめとこう、こいつは。いや、こう見えが上位打った方がいいだろうな。とりあえずこれで。あ、 BGM がかっこいいからね、ちょっと BGM を皆さんで聞きましょう。今日は本当にドゥル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 。長島いる。うわ、マジかよ。ここ最近の選手じゃなくて、本当のガチの歴代のプロ野球選手の OB 連れてきたか。うわ、古田いるし。え、メガネが2人いる。誰だ、古田と誰だ。プロガチ勢対ポケガチ勢の戦い。そりゃポケガチ勢が勝ちますよ。うわ、マジで。うわ、稲津とか来たし、能力高っ。ガチのレジェンドが来たわ。やばいやばい、前回のレジェンドと違って本物のやつが来たわ。でも江夏だからまだ左投手の方が打ちやすいわ、個人的には。OK。 入った。うわ、入ってないか。さすが、重い球持ちか。大見え、お前が決めてやれ。もらった。はい、余裕。何が伝説だよ。俺が伝説になってやるよ。入るか、入んないか。足押すぞ、こいつ。
打席には7番バッターリードを広げておきたい。初球を打ちました。ヒット進まない方がいいな。俺マジで勝つから絶対。いや所詮これがあれですよ、ノーマルなんですよ。よし3点差か。あんま変化球投げてこねえよな。ここからどう攻めるか。さあ番長が打席でカモを狙います。カモそうだよ、お前らレジェンズからしても俺からしたらカモみたいなもんだ。7番バッター投げた、打ちました。初球打ち、うわー、いやまずいかもな。いや大丈夫か。うわ追いついちゃった。まずい、いやまずいまずい、まだ足りないか。いやだよな、追いついてくるよな。くっそ、うわ王貞治来た。ガチの本物が来た。うまい、あぶねえ。いやー福本来た。この人のサイン俺持ってんすよ、どうでもいいですけど。ダメだ、うわい、もうちょっと怖すぎる。第4球、うわっ、あアンダを放ちます。さあ番長が打席でカモを狙います。厳しい状況ですがなんとか出塁してほしい。うまい、うわー、はあ、じゃあ俺初心者ってこと、ふざけんなよ。もうこの運ゲーや、本当にすいません、本当にすいません。いや本当にすいませんでした。もうガチ勢としてお詫びいたします。もう次こそはこんなことが二度とないように気をつけますんで、今日はたまたまねコントローラーの調子が悪かったんですよ。それ勘弁していただけないでしょうか。いやこの後やり直すんですけどね、はい。いやもうこんなことが二度とないように気をつけますんで本当にすいません。